はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、裏ボスに挑戦していきたいと思います。コメントでは、ものすごい強いっていう話を聞いてるんだよね。では、初挑戦。行ってみます。行きます。いいかな？うん。とりあえず、光さえいれば、勝てるでしょう。いきます。いや全然無理だわ。めちゃくちゃ強いじゃん。何こいつ、力押しじゃ全然勝てない。だいぶやられた。で、分かった。もうオーシュットの裏技を使うっきゃない。うん、じゃないとしょっこいつは難しいんじゃない？うん、ちょっとこいつはね、うん、無理だわ。オーシュットで確実に無効化していかないと、とてもじゃないけど勝てない。うん、この夢くらいがものすごく重要だね。反撃してくるんで、夢くらいで確実に攻撃を無効化する。それしかない。うん、勝ち方がわからん。 OK、まあ、これ物理もね、魔法も無効化するんで、まあ2回ずつですけどね。なんで毎回毎回これを入れていって、で商人のこれでダメージを与えていく。いや、コケの方がいいのかな。クライマックスよ。こっちの方がいいのか。あ、こっちの方が弱点攻撃することがあるんで良さそうね。はいはいはい。これでもなんか毎ターン毎ターンだいぶ削られるんだよね。とにかくオーシュット頼みです、ここは。うん、いけ。まあこれでずっと攻めていけば間違いないっしょ。 OK、 いいね。ブレイクしたら反撃してこないのね。うん、その前に倒しちゃえばいいんだよ。倒せないけど、なかなか。よし、 OK。 とにかくこの亡者たちをなんとかする。よし、あと1体。うん、大丈夫。反射ナイス。何それ。ああ、大丈夫大丈夫。ここもうとにかくもう全部これだよ。うん、こっちの方が与えれるのか。あ、違う、ここは違法の方がいい。そろそろ終わるんじゃない。だいぶダメージ与えたけど、とんでもない耐久力だね。毎回ね、4万ダメージは全員与えていってるんだけども、びくともしない。 OK、 いけた。1戦目おしまいですね。2戦目いきましょう。2戦目はね、あの商人を入れてないんだよね。うん、でももう光でゴリ押しする感じでどうだろうか。ザクロの反対にこれで間違いないね。 OK、 で手目の巣で、エルフリップを光にかけてあげるでしょ。 OK、 でガベルだよ。OK、 まだ倒せないの。本体までのね、本体までのダメージがなかなか稼げないな、これ。まだ OK。 あ、いける、いけるんじゃない。 OK、 ここでアイテムで BP 回復してあげれば
いけるな。お役に立てて。どうだ、ガベルで倒せないか。これでよし、オッケー、いけたいけた。あれでもダメだな。あ、まあまあいいや、次に備えよう。敵のターンにならないとあれか、弱点が露出されない？ここからだ。だよね、うん、これじゃあ当たんないもんな、あの表示は。どうす、まあ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 、こういう感じでしょう。このターンも光動けるもんね。何それ、毎ターンシールドポイントが増える。殿のために、HP1 のやつをつけてないので、あのね、こういうやつがあんまりダメージ入んないのよね。なのでここはもうこれだ、 UO の斧で行くしかない。獅子狩り、どんぐらいいける？ UO の斧よ、10万。でもまだ半分いってないのか。そうか、手加減なしよ。あの斧の技を使うと HP がね増えていくのよね。なので HP をマックスにしないと満身が発動しないので、あんまり意味ないと思うけどな。どんぐらい与える？2000。そんなもん。竜王の斧の獅子狩りどうだ。いいダメージ。うわうわ、全部消された、最悪。あ、でももうほら赤だわ、赤赤。ちょっと待て、最後に、あー、最後に攻撃できるようにテメノスに超回、あ、違う、全開でいいんだ。オッケー、行くわよ。でキャス、いやー、そうか、キャスティもあんまできないんか。いいいい、全開で光を上げてあげる。おい、効くね。ちょっと待って、回復をしっかり入れてあげないとね。全開する？ OK、大丈夫。で、ここでエルフリックもう一回入れてあげて動けるようにします。赤だよね、赤だよね。いけるんじゃない？よし、勝った。いけましたね。結構第一戦目でやられたんだけども、2戦目は全然いけましたね。うん、いやいや、1戦目こうどう倒すかが、うん、鍵ですね。1戦目がとにかく難しい。はい、ということで、今日は裏ボス倒してみました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。